茂木直子です。実は東京高裁の9民と11民は、9民が損保ジャパン、11民が三井住友と分けましたけど、これは、著しく不適法であるということに気づきました。11民事部は国土交通省の不適法な被告と理由が齟齬しているという行政裁判の裁判体なので、だから、三井住友を移送している意味がないので、まあ、ですので、それを、11民事部は、行政裁判の国土交通省、それから金融庁、それから国税庁、そして、旧民が、準裁士が残ってるって言ってる、その、三井住友と損保ジャパンの裁判体ということで、でも両方とも、被害者に不適法なお金を収入印象10万だそうが、有権を、まず年間通して5万以上払おうと、バカみたいに地裁裁判をした挙句に川崎のぞみに金を与えていたという童話の連中だったので、まあ、ですから、それを、三井住友海上と損保ジャパンの事件は別の高裁で、事件移送してくれっていうことを、それぞれの、東京高裁と、それから損保ジャパンの、裁判体は不適法であるとして、上告を申し立てる。それが、高裁に上がることになります。ですが、まあ、とりあえず、行政裁判の11民事部は、一応は、不適法でも、即日というか、5日内の、その私の、即時抗告も、それから、特別抗告も、7日間は7日以内、5日間は5日以内、それから、上告の申し立てに関しても、一応は決定等を出しているので、まあ、ですので、それは残しておこうと。なぜなら不適法な、被告と理由が齟齬しているから。だから、上告理由があるとして、行政裁判は11民事部。そして、民事の方は、とりあえず、三井住友、11民事部に移送しましたけど、それは、向こうは行政裁判だから、だからそれを戻すというのを、今、フルノというその書記官に伝えました。それがこれです。請求を第一審から
上げ直すっていうことにはなるんですけどね、結果的には。そういう事件になりましたのでと、山沢美穂の就任書簡に言ってください。三井住友は休眠に移送、そして行政裁判がそちらが却下されているので、行政裁判だけが11民事部が、上がっていきます。まあ、今11民事残る事件は行政裁判だけっていうんですか？今までの上告とそれから特別抗告は全部行政裁判の、被告、国土交通省だけですから。なので、それが却下決定が出ているので、そちらは行政裁判。そして、休眠が、三井住友と損保ジャパンの、普通 の、 その民事で第一審から上がっていったその川本和也の起こした交通事故の事件で、これが払われない ならば、今度はそちら側が全面回収、国が全面回収という事件になりますので、それをお伝えください。僕はみんなそちらに全部行ってしまうということなんですよ。よろしくお願いいたします。はい、では失礼いたします。